大吉、中吉、小吉、あれ、アミキシンねえじゃん。はい、ということでね、今回の動画撮っていくんですけども、今回はですね、こちらのね、マルチじゃなくて、リップ解説、スパーキーですね、対スパーキー州ということで、あのね、スパーキーにね、4連続くらいで当たったんですよ、1回ね、今季。6球ぐらいまで落ちてた時に、4連続くらいでね、スパーキーと当たったんで、これね、見ていきたいと思います。で、これ、負けリップだけど、一回ちょっとね、ダメな例として見ていきたいと思います。まあ、2倍でいっか。そう、これちょっとね、負けちゃってるんですけど、で、そうですね。で、挨拶は、これちょっとね、個人的に好きなんで、これからね、これでいくかもしれないですね。これはね、竜也さんっていう方がね、考えてくれてね。そう、YouTube やられてる方なんでね。リンク貼っとくんで、よかったら、登録してください。で、まあ、ここね、今のもね、マスケが、まあ、タワー巻き込まれなかったから許すけど、まあ、マスケやられちゃったの痛いですね。で、そうだな、ここでね、これもね、良くないんですよ。2倍入ってからの、2倍入ってからじゃない時のスパーキーのね、防衛っすね。で、ここ一発。まあ、これもしょうがないけど、あれなんですよ。やっぱ2倍前はね、受けから入んないとダメだなっていう。で、これまあ。で、ここっすね。今のも、雪ラも打たないともったいないんですよ。で、これマジで意味わかんないんだよな。これさ、雪ラも外しちゃって、右にね。で、負けですね。いや、もうね、こっからもう無理っすね。最初で、エレキメガゴンのところに雪玉打って、攻め雪玉っすね。あそこ2倍入ってるし、打たないとバルーン入んないんで意味ないんですよ。なのになんか打たなかったんですよね、僕。あれ打たないと、カウンターの左側ももらっちゃって、両サイド削られちゃって勝てないってなっちゃうんで、一番ダメな例ですね。2倍入ってからのあのバルーンの攻めの時は、ちゃんとね、雪玉まで使って、落としに行かないとね。ダメですね。はい、ということで。これはまあ参考にしちゃダメということで。まあ、こっからね、参考にしていただけたらなというリプですね。はい。次、これガゴガゴはね、まあ、ガゴガゴのスパーキーはきついんですけど、アイグレバルーン立て出しして、雪玉打ってって感じですね。いやー、そうだなー。で、スパーキーね、なんか一時期、一回スパーキーめちゃめちゃ強いシーズンあったじゃないですか。これ別に雪玉打たなくてもいいけどね。2発入ったらいいなーぐらいだったんですけど、まあ入んなかったんで、打たなくてよかったっすね。まあ、ここはね、アイゴラで釣ってあげて、ボムのね、爆破をうまく当てる感じですね。まあ、ジャイブ入っちゃうけど、しゃあない、これは。で、これで今の、こっち一発入ってるのに、こっち一発入ってるし、相手もね、相手の攻撃が全然入ってないし、アドも取られてないって感じで、よかった、いい感じですね。で、ここはタルババ。で、そう、スパーキー一時期めちゃめちゃ強い時期あったじゃないですか。やばい時ね。超流行ってた時。あの時に全然勝てなかったんですよ、僕ね。全然勝てなくて、なんだよこれってね、めっちゃ怒ってたんですけど。で、この逆サインも、まあこれはいいか。なんかあんま良くない気がするけどな。あ、違う、これはあれだ。ガゴ切ってたんで逆サインバルーンって感じでしたね。だからいいのか。で、これですけど、受けてから、アイゴレですね。ここで、タルまで行って、で、このタル、じゃ、ミニビがさ、今の、で、このね、リが、しょうがないですね、これ。で、ここで相手ザップ切ったのかな？さすがに切んないか。あれ切ったっけ？で、そう、これ美味しいんですよね。まあ、相手も手札詰まってるっていうのがあったんですけど。で、これは、あれですね、アイゴレ回して、アイゴレバルーンで、これね、スケブで、これ、速攻溶かしてからかごめんね、これうまいんですよね、相手が。これされると入んないんですよ。まあ、とはいえ爆破入るからいいんだけど、
これでケツスパ来るんですよね。なので僕は2周目回しますね。で、これで2周目逆サイに、縦出しやぐればるんですね。さあさあさあ、これで相手ガゴしかいないんで、と思ったんですけど、いや、ここもまたね、相手が上手いんですよね。ここで。で、雪玉打たない。雪玉打ったところで一発しか入んなかったんで、まあまあまあって感じですね。で、ここ左がね、ちょっと怖いけど、うわーって感じですね。で、ここでギリギリ受けつつ、ギリギリ受けつつですね。ギガがやられちゃったのが痛い。で、ここスパーキーね。これ前のスパーキー、お、なんでもないです。前のスパーキーだったら入ってたって言おうとしたけど、入ってましたね。まあ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 。で、ここはガゴムに切った後なんで、ね、これ入ったら美味しいんだけどなーって感じ。やらめまで使われて、入んなくて、うわ、これやべえって感じです。あそこで僕はね、僕としてあそこで決め切りたかったんですよ。なんですけど、で、ここミニベ来て、って感じですね。これね、あれですね、スパーキー防衛の時は、スパーキーの滝をマスケに向けさせないことですね。まあ、僕はいつもマスケこの位置に出すんですよ。で、マスケをね、この位置に出した時に、気をつけなきゃいけないのが、スパーキーをね、絶対マスケの方に向かせないことですね。これマスケの方にスパーキー向いちゃうと、こいつタワーまで入れてきて、マスケまで処理してくるんですよ。それだけマジで気をつけないと負けますね。で、ここ耐えたら勝ちだけど、このね、相手のこの逆サイトラブ、スケブこれ上手いんですよね。これ結構嫌なんですよ、実際。まあ、ここはなんとか守って、で、またマスキがね、後ろにいるときは、相手がガゴムレとか出しづらいんで、まあ出してくるけど、これで、結構ね、処理できて、さあ、これで2周目ですね、僕は。で、またガゴ潰せば勝ちっていうことで、さあ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 、ここは行くぞ、ここは行くぞって感じですね。で、読みで飛ばして、ギリギリ当たって、これで GG かな。って感じですね。まあ、3枚入ったら、3枚っていうかま、2周目が結構刺さるんでね。相手が1回ガゴムネ咲いたターンがチャンスですね。ガゴムネだと雪玉打っても、突破できないんですけど、ガゴだとね、雪玉打てばバルンディガした時突破できるんで、ガゴムネ咲いたターンの2周目がチャンスですね。さあ。で、次、このヒースピリのね、ヒースピリもまあまあきついんですよ。まあ、見ていきましょう。で、そう、スパーキーがめちゃめちゃ強いシーズンの時に、勝てなかったんですよね、全然。でも、あの時になんか、まあ、相性めちゃめちゃ悪いと思ってたんですよね、僕。勝手に相性悪いと思い込んでて、で、バルーンのね、僕敗戦してたのかな。で、その時にバルーンのトッププレイヤーですね、トッププレイヤーの方に、いや、そんな悪くないですよって言われて、え?と思って、マジかと思って、まあ、ちょっとね、やってたら、勝てるようになりましたね。やっぱね、思い込みはね、良くないですね。で、これ、メガを切ってるんで逆サイかな。で、ここで相手5を来て、5なら雪玉打てばね、一発入るんで、打って、入れるって感じですね。で、ここで、まあ、ジャイ来るんですよね。この形がね、結構しんどいよね。マスケない時にこの形作られると、だいぶやばい。で、ヒースピもいるんで、ちょっと良くないなって感じ。で、ここはね、まあ、うわーなんか回復してるって感じですね。まあ、しゃあない。で、このジャイも許容するしかない。ここにね、またなんか対応したらね、この、後から来たミニペンにね、対応できなくなっちゃうんで。いや、これね、その許容したの一発しか入んないと思ったんですよね、なんか。ニャーズ入っちゃって。まあ、しゃあないかな。で、ここは、エレキってスケで完封できるんですよ。なので、おすすめです。まあ、多分できてないんだけどね。ね、なんかね、エレキが打つ瞬間にスケを、直当てしてあげると完封できますね。たまにできるんですけど。で、ここブラフですね。で、逆サイかな。エレキと5切ってるんで、そうですね。ここで、ガッツリ行って、ここボムからのスケで、メガゴンもね、一発も入れたくない。入れたくないんだけどね。この雪玉意味わかんないね。遅っ。雪玉めっちゃ遅い。世界一遅い。ね、右は起用した?
ああ、まあ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 。で、これ、ヒースピードだけでマジで結構きついんですよね。あのね、何がきついかって、スケをね、スパーキーに当てた時に回復されちゃうんですよ。それね、それ言うとね。で、ここメガゴロの竹取りつつ一発入れて、で、ここでじゃあエスパが来ない。あいつエリクサなかったですね。で、さ、ここはね、抑えれるんで、この時に、ジャイスパの形作られた時にね、回復されちゃうじゃないですか。それがしんどいんですよね。ね、逆釣って GG ですね。まあ、あそこでね、がっつり攻めることによって、相手に防衛させて、スパーキーの形を作らせないっていうのがね、まあ大事ですかね。で、最後。このね、ゴブスパですね、ゴブスパ。さあ、よろしくと。まあ、ミュートしてるんでね、僕。いや、ミュートしてないな。そうですね、あれですね。この方は、まあ、FF なんで、FF って気づいてミュート派を解除しましたね、多分。んで、まあ、レイジのゴブスパもね、まあ、言ったらきついかもしれないけど、まあ、前のスパーキーに比べたらだいぶ楽になったんで、もう一回浮きからですね。で、これ相手上手いのがね、あれなんですよ。スパーキーの形作ってくるんじゃなくて逆サイ攻めてくるんですよね。それが結構ね、だるいんですよ。実際ね。これ結構ね、めんどくさいんですよ。受けが大変というか。まあ、ここはいい感じに受けれたんですけど、これ結構めんどくさい、マジで。さあ、まあ、ノーダメでいける。で、まあ、ここでね、相手エリクサーがっつり使ったんで、バルーン飛ばすって感じですね。まあ、ただ、対空がエレキしかないんでね、これ相手。で、今相手、なんであれなんだろう。で、ここね、一個落とすんですよ。落とすんですけど、ここのね、逆サイにフルシカトした、フルシカトというか、逆サイにスパーキーの形作られるんですよ、ここからね。で、ここの、一個落としてからの、このターンですね。一個落としてからの、このターンを守り切ったら勝ちですね。まあ、ここがね、もう相手は、僕としてはキングいけないしね。相手としては、この、形作って、ゴブジャイスパーキー、ミニペ、レイジまで来るんで、ヒースピレイジ。で、ここマジで受け切んないと負け確ですね。ここ受けたら勝ちなんだけどなーって感じですね。まあ、こんな感じでね。いい感じに受けつつね。これで勝ちですね。まあ今のもね、まあここマスケ残ったら よかったけど、まあこれで勝ちですね。まあこんな感じかな。ゴブスパーも。まあスパーキー州はこんな感じですね。まあこれラバなんですけど、ラバはいいや。そして、対スパーキー州はこんな感じですね。まあ最初のこのリプは悪いで。そうですね。あそこで雪玉を攻めで2倍入ってからはね、1個落としたいんで、雪玉までちゃんと攻めで使ってね、1個落としきんないとダメというか、っていう感じですね。後のリッパーは結構いい感じにいったんで、まあ、参考にしていただけたらなと思います。ということでね、まあ、今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。まあ、次からね、マルチかな。まあ、順位またね、下がっちゃってるんで、いい順位取れるようにね、頑張りたいと思います。この動画良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。で、挨拶ね、まあ、高評だって挨拶いいじゃんと思ったら、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。